そしてこの1月26日は晴れの金婚式、ご結婚50年を記念して切手も発行されることになりました。皇室のシンボルとなっている新宮殿と二重橋が画題となっています。これまでに明治天皇は明治27年3月9日に金婚式、さらに大正天皇は大正14年5月10日に金婚式、またイギリスのエリザベス女王も金婚式を迎えられましたが、金婚式の記念切手が発行されたのは世界で初めてのことです。では両陛下のご近況を山本理事に伺ってみましょう。陛下のご研究のご専門は廃炉像でございまして、毎年須崎の御用邸にいらっしゃいまして、そこでご採集をなさいまして、それをご研究なさっていらっしゃいます。植物の方は那須の御用邸においでになりまして、那須で植物をご採集なさったり、あるいは下田でも下田の植物をいろいろご研究なさっていらっしゃいます。昨年初めて皇后様の絵の展覧会がございましたので、それを契機にいたしまして、大変皇后様張り切ってたくさん毎日お書きになっていらっしゃいます。テレビお好きでいらっしゃいまして、よくご覧になっていらっしゃいます。広く大抵の番組ご覧になっていらっしゃいますが、ニュース映画とか皇室に関係のある番組とか、それから陛下はお相撲がお好きでいらっしゃいまして、お相撲の番組などは欠かせずご覧になっていらっしゃいますが、陛下は大変規則正しい生活をなさっていらっしゃいまして、朝は7時過ぎに起きになり、夜も10時過ぎには必ずお休みになりまして、どんなその楽しいことがあっても夜更かしなさることなんかございませんし、それから昼間はいろいろご公務でお忙しいし、なかなかそのこれはともうテレビのご覧になれないことがたくさんありますので、その時には自重がビデオをお取りいたしまして、でまた後日それをご覧になることはよくあるんでございますけどね。先日こういうことをおっしゃっていらっしゃいましたんですけれども、いつの間にか、こうなってしまって、二人とも健康でいることを大変幸せに思っていると、こういうふうにおっしゃっていらっしゃいました。再婚50年、それは国民にとって大きな喜びであり誇りではないでしょうか。今年金婚式を迎えるカップルは日本全国で6万組とか、激動の半世紀を乗り越えてきた方々に心からおめでとうの拍手を送りたいものです。